二重国籍者ハーフの子供たちの学習日本語支援がこぼれ落ちてるんだという話を聞いていたんです。帰ってきてすぐに文科省さんにこの海外に住む日本国籍の子たちどうですかって聞いたら、日本に帰る前提の子供以外は対象ではないんです文科省は、というふうに言われてたんです。さっき文科大臣から二重国籍とかが増えてることを踏まえて、このグローバルの人材育成を踏まえてそういった子供たちのサポートもするというご答弁だったので、今非常にびっくりをしまして、そして外務省の方もいろんなその担当のところをお話を聞いたんですけども、基本的に日本の国籍を持っている子どもは対象ではありませんって言われてしまったので、日本国籍を持ってるからって外務省からは排除され、外国籍がある将来外国籍取るかもしれないからって日本の文科省からは除外され、この子たちもったいなくないですかって思って、この半年間結構何回かレクを受けたんですけど、まさか質問通告をした瞬間に全部前向きなご答弁だったのでびっくりを今しておりまして、今日の質問どうしようかなと思っているんですけれども、ただいいことだと思うんです。